さあやっていこう。よしよしよし、まず冷静に。あ、なんだこのステージ面白い。え、なにこれ、なにこれ、意味わかんない。なんか宙に浮いてる宇宙人みたいな感じが、これ普通のステージで面白いけど、ラグいけど、ピンクが5連勝だったけど、あっ、おうち。オッケーオッケー、マイケル・ジャクソンみたいな声が出たけど、まあ、クリボ当たるけど、ギリギリかわして、これね、アイテム取った方がいいと思うんだよな、なんかね、難しそう、このステージ。おぉ、危ない危ない危ない。あ、まあ、ハンマーブロスが一番怖いから、ハンマーブロスが、マリオの中で一番怖い。オッケーオッケー、かわして、まずここで、あー、負けたな、これ負けた。いやーやめて、やめて、奇跡、オッケー、待って、冷静、ゴールでしょ、オッケー、来い、こう、よし、レシ、待って。重くてジャンプできない。重い試合はカットしたいけど、でもこれはちょっと、勝った負けた、勝ったさあ、やっていこう、マリオメーカー2。よしよし、まず先頭に出たいけど、まずい、まず、ギャラレレレ、おー、あー、楽しい、マリオメーカー、楽しい。待って、ワンマンよくスピードかわした。今よくスピードかわした。で、これマリオは多分焦、うわ、なんか今一瞬削れてきなかったな、このマリオ。あ、うめえわ、意外とうまい。だけど、あー、オッケー。だよね、冷静にいかなきゃ死ぬんです。オッケー、まずここで先頭出ていこう。先頭出たら俺のもん、これね、一回これ取った方がいいと、オッケー、取ってもいい、オッケー。やばい、負けたくないけど、うわ、マリオさん聞かれただけで、これマリオで多分やられると思うんで、なんでかっていうと、あのね、やっぱ冷静さが大事なんで、俺がやられました。マリオやられてる、やっぱやられてんだよ。やっぱね、難しい、このステージ難しい。冷静、キノピオ。あとは、キノピオがやられることを願うことだけだけど、さっきデカ状態だったけど、オッケー、いける、冷静。マリオメーカーで本当に大事なことって冷静さなんだよ。危ない。なんで、どういうこと、嘘でしょ。オッケー、超えた。うわー、行かれたか。あ、負けた。50コインをすべて取ってからゴールということでやっていきましょう、マリオメーカー2というわけで。行って、まあ、冷静にね、50コインをすべてだから、これは、まずは、やっぱり冷静にから雑談でもしながら行こうかなと思うんですけど、やっぱね、この実況やってると、やっぱ喉がいかれるなって、もう今これなんかもう喉がおかしいんだよね、俺の。だから、毎日これやってる実況者の人って、喉強いなっていうか、喉から声出したいのかな、やっぱなんかボイトレみたいに腹から声出すみたいな感じわかんないけど、おーっと危ねえけど、なんか今日ちょっと寒いなって感じですよね。やっぱその雑談とかこれくだらんねえ。危ねえ、今、ノコノコがすげえ軌道で、危ない、よし、冷静。危ないしか言ってないけど、プロペラね。やっぱプロペラマリオって言ったらね、この Wii の時代思い出し、いいね。キノピコのそういう戦法も好きじゃない。だけど、やっぱ、ね、こういうステージは何が強いかっていうと、やっぱね、まあ、解説になっちゃうけど、まあ、お前別にね、誰が解説してんだって話だけど、やっぱね、あのコインを取ったやつが勝つ。結局ね、頑張ったやつが勝つ。これがね、マリオメーカー2なんで、やっぱ、どこにあるんだ、もう一個。4枚でしょ？やばい。こっから出てくるはず。よし。結局頑張ったやつが勝つわけにねえからな。俺が勝つんだ。あっち行ってるわけないよね。あっち行ってたら終わりよ。俺はここ一点張りできます。よし。来たよ。待ってください。ここ。よし。ここ。冷静。一回冷静にこっち行って。ルイージがくわー、待って、ごめん、ね、でもルイージが頑張ったから、やっぱルイージが取るべきだと俺は思います。俺はそう思います。僕はルイージが頑張ったんで、ルイージが取るべきだと思います。そうやって、みんなが横取りするのはかわいそうだと思います。だから、ルイージに勝たせてあげてください。僕も一応ゴールだけはさせてください。お願いします。やめてください。お願いします。ゴールだけは僕もさせてください。うわ。やっぱりルイージが勝つべきだと思います。なんで頑張ったと思うんで、なんでルイージがいいか取ったらおかしいと思います。僕はこれでいいと思いました。プンプブッブッブッブーンプブブブブッブということで、どうもこんにちは、マリオメーカー2です。冷静に、ね、喋りを一回冷静にします。エミネムみたいになっちゃったから、あー、猫マリオいいな、猫欲しかったけど、よし、先頭だ。あららあ、このステージはあれだ。DS のマリオのリメイクですね。やっていきましょう。どうも、こんにちは、パドルです。ということで。なんで毎回挨拶してんだろう。まあいいや。行きます。今回もね、やっぱね、やっていくんですけど、やっぱお尻が痛い。めっちゃね、実はね、今言うと、お尻が痛い！
ねえねえ、これ。抜かしたい。マリオ抜かしたい。マリオ抜かしたいよ。もうちょっとこっち来て。来て。嘘嘘嘘嘘じゃん。冗談冗談。冗談だってマリオ。抜かすとかないから俺にさ、そんなさ、だって君が一番にゴールしたんでしょ？ゴール待ちしてくれてる方に対して失礼だろそれ。うりゃ！うわ、なんだこのステージ。うわうわうわ、面白そう。え、これロケットってこと？うわ、待って待って。やっぱロケットって言ったら少年の夢って感じもありますからね。まずロケットに乗って。待って、これ、こっち行かない方がよかったか。待って待って、冷静冷静冷静。これこっちどうも。ロケットのやっぱゴールは、僕宇宙飛行士になるのやめました。どうもこんにちは、パトロです。さよなら、バイバイ。